こんにちは月間安江国を、えー、安江でございま,すまあこれまでは新型コロナウイルス、まあ、ご時世ですからに特化した話だったんですが今度はね僕自身の最近の出来事の中で特に驚いた話を続けに2回にわたって続けたいと思います。私ねいわゆる宇宙連合の 宇宙連合なんて言うと何地球防衛軍なんだかお前宇宙連合から守れよとかおっしゃるかもしれませんがね逆にね特にこの新型コロナの影響なのか去年の暮れぐらいから今年の4月末ついこの前5月連休明けぐらいまで。 もう立て続けに宇宙連合からのコンタクトがありまして高知県立高知東工業高等学校の物理の先生物理です物理の先生の,あのベフ先生ベフ先生からあの連絡がありまして「ぜひ自分の高校で講演をしてほしい」と。時間しゃべって では一応握手していただいてそしたら校長先生がね「いやせめてせめて校長室でコーヒーでも」とかおっしゃるんでまあじゃあっていうんで30分だけと言いながら校長室に案内されてで校長先生がね僕の経歴書を見ながら「へえ珍しいですね大学は天文学科出られたんですね」とおっしゃる「ああそうなんですよ」 あのでもね僕ね天文学科行ったのは実はね宇宙人とかかの研究したかったっだけなんですよでもね天文実際の天文学科ではそんなことを研究させてもらえませんでしたって笑ったらなんとその校長先生いいですか高知県立高知東工業高等学校の校長先生がえ身を乗り出してね「実は私も UFO 見たことがあるんですよ」とか。 校長先生が言い出して面白いこと言うなこの人もっと僕思ったらこっちにいたベフ先生っていう物理の先生が僕よりも身を乗り出して「えー、校長あんた UFO 見たことがあるなんて職員会議で一度も言ってないじゃないですか」と <laughs> そしたらね校長先生そんなもん職員会議で言えるかよ言ったらクビだよとか言ってそしたらねこのベフ先生っていう物理の先生がね校長実はね私は。 UFO に乗ったことがあるんですとか言い出してでそれを聞いて僕はね隣で目が飛び出て「えあんた何 UFO 乗ったことあんの?」ってその場で聞いちゃったんですそしたら「もちろん何度ももう20回以上乗ってます」ってええー、なんでそれ早く行ってくんないの俺,俺その話聞きたかったのに」って言ったら彼はね「だから昨日の夜からこっちで飲みながら話しましょう」って言ったでしょうっていうの。えー、そうだったのかと だったたらら昨日のの夜から来たのにと早く言ってくれよと内心思いながらでもねでもとにかく今この場でいいからかいつまんで話してあと30分なら大丈夫だからと言ってそしたら校長先生もね「あ俺も聞きたいから教えてくれよ」って言ってでそこで聞いたんですよ。そしたらねすごい話。で「宇宙人ってどう見えるんですか?」って言ったら「あんね あの表現人間が立ってる座ってるのを見ると輪郭がはっきりするけれども宇宙人が立ってたり座ったりするのを見ると